Bonjour! どうも皆さん、こんにちは。すいえんです。いつもこちらのチャンネルご視聴いただきありがとうございます。ということでですね、私が、他の動画でも散々話してきていることの一つなんですけれども、フランスの行政手続きについてということで、実はですね、本日、もうまさに今日この日、ビザを更新にしに行くのがまさに今日なんですけれども、今回は一部始終を記録していきたいなと思っております。なぜならですね、本当にビザ更新っていろんな方法、いろんなパターン、いろんな人の経験があると思うんですよね。なのでちょっと私のパターン、あくまで一例としてね、記録に残して、今後誰かフランスに来てビザ更新をするとかしたいとか考えてる人がいるのであれば、それをね、この動画をね、参考にしてもらえたら嬉しいなと思って、記録をしてみようということになりました。で、なので、ネットで調べても私自身、ちょっと何の情報も出てこなかったので、スムーズに行くことを願っているんですが、どうなるかわからないし、どんな資料を出せって言われるのかわからないので、今回はちょっとビデオにして、実際どういう資料を請求されるのかとか、実際、これはシャンシュモンドスタチューになって、ホヌブルモンという枠になるのか、それともなんか、がっつりなんていうか、コミエドゥマウントとして扱われるのか、ちょっと私もどうなるんだろうっていうのがわからないので、今回は、これから、予約がね、11時なんですけど、シテ島の、警察庁に、申請をしに行くので、頑張って戦っていきたいと思います。みんな、ね、資料もね、何を出せって言われるかわからないので、分厚い資料を、用意しました。なのでね、いろんな書類が中に入っているんですが、このさ、なんかもう、入れ物もさ、何このパリパリの主張は何っていう感じなんですけど、この資料を持って、申請に行って、様子を見たいと思います。しかもなんか今、最近2日ぐらい前に調べたら、労働許可証の申請は、ネットからできるようになりました。4月6日付でっていう、なんかニュースっていうかそのお知らせみたいなのが、サラリエビザの更新のホームページみたいなのに書いてあって、2021年4月4日からですよ。ちょうど1週間前から新しいのが施行されてて、知るわけないじゃないですか。しかも私がこの予約を取ったのが1月なんで、今一番頭に浮かんできている恐怖は、申請に行ったのに、その紙での書類を渡して、いや、今年から電子での申請なんで、会社に電子でやってもらってくださいって言われるのがもう一番すごい今の私の最大の恐怖ですね。もしこれで行って、それを言われたらもう私の予測は正しかったということになるので。ということで、一部始終をね、記録していきたいと思います。ぜひぜひ、最後までご視聴いただけると幸いです。ということでね、サンミッシェルまでやってきたんですが、これからサンミッシェルの橋を渡ってシテ島に向かって歩いていきたいと思います。すごい後ろのカルチェラタンというか、なんだこれ、ここら辺にあるサンミッシェルフォンテーヌというのがあるんですけど、めっちゃ綺麗っていうね。でね、向こう岸に、あるので、ちょっとね、ここら辺は観光地なんですが、すっかり人がスカスカで、とりあえずね、橋を渡って、シテ島の中に入っていきたいと思います。これじゃね？
これじゃね、どこだ、ちょっとあまりにもパリの警察署に来たことがないから全然わかんないんですが、多分この建物だと思うんですよね。ちょっと、もう絶対あそこな気がしてきた。人がめっちゃいるから、絶対あそこでしょ、並ばされてるし。嫌だ、めっちゃ嫌だ、もうテンション下がるわ、この人の列を見ただけで。ああ、ビザの手続きを終えてきました。結局ここがプレフェクチュア・ド・ポリスっていうシテ島にある警察署だったんですけど、92件の県庁に申請に行った時よりは普通の対応というか、ちゃんとした対応をしてくれたんですか。ちょっと一旦これからね、また家に帰って詳しい報告をさせていただきたいと思います。はい、ということでですね、ちょっとお家に帰ってきてしばらく経ったんですけど、猫です、猫です、猫ちゃんです、クラビース。嫌なのね、倒さないで私の。結果から言いますと、無事、書類をね、受領してもらって、レシピセを受け取ることができました。嬉しいです、とても嬉しい。っていうのもなぜかっていうと、今はパリの市内に住んでいるんですけれども、92軒っていう、パリから一歩外に出たようなところに、去年というか今年の2月まで、住んでいて、でそこの県庁にも書類を出しに行ってたんですよね、去年まで。で、そこに行った時は、他の動画でもこちらで紹介をさせていただいているんですけれども、5回ほど行きまして、で、毎回、要求される書類が違うということで、毎回ね、書類を、なんというか、揃えて行ってたんですよ。1回目、言われた書類を持ってって、ダメと言われて、2回目、言われた書類を持ってって、なんかまた別の、これが足りないですっていうのを紙を出されて、3回目、4回目、5回目っていう風な感じで、それがもうダラ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 続いていたので、もうね、今朝は本当にもう緊張で、まず、その警察について、その書類を出すところに案内をされた時から、もう心臓もうバクン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 いっちゃって、もう、またこれで却下されたらどうしようと思って、もうすごいいろんな書類をもう手当たり次第持ってって、それのおかげで無事ね、書類を受け取って受領してもらえて、レセピセを発行してもらえました。パリでは基本的にそのいつも通りの更新用の書類プラスキャビスとユフサフっていう会社が発行してくれる書類と、あと自分のその会社で雇用主が発行してくれるセルファっていうのを出したら、とりあえず OK ですよっていう風になりました。ただですね、それがネットでの手続きになったということで、そのネットでの手続きを結局会社でもう一回やってくださいっていう話になって終わりました、手続きが。なので、ひとまずレシピセを受け取ったということで、自分のその、なんて言うんですか、フランスに滞在してもいいですよっていう滞在許可は、そつなくね、もらえました。なんというか、私のビザは2月に期限が切れてたんですけど、2月の期限切れの時点でもうだいぶこっちも焦るじゃないですか。私、この国に滞在許可、なくて不法滞在してるみたいな、なんか扱いを受けてしまうのかって思っちゃうじゃないですか、こっちとしても。滞在更新しなきゃ更新しなきゃって。でも、実際には本当にフランスでのその更新って常に人というか、
いろんな人が更新を待ってるような状態なので、基本的にはその期限が切れた滞在許可証を持ってても滞在してること自体は可能なんですよ。ただきちんとその期限が切れる前にパリのそういう県庁とかの予約を取らなくてはいけないっていうのがあって、なのでもちろんその予約を取ってなかったらその、滞在の更新をする意思がないとみなされて、それはちょっと違法というか要するに不法滞在みたいな扱いになっちゃうんですけど、一応そのちゃんと自分のその滞在許可証が期限切れる前までに予約さえ取ってれば、その予約が証明になって、これから更新しますよっていう証明になるんですね。なのでその基本的に予約を取ろうと思っても、私は1月に予約を取ったんですけど、4月まで空きがなくて、で結局4月今この時期に滞在許可証を受け取りに行く、の更新をしに行くっていう状態になってしまったので、まあこんなことはもう日常茶飯事だって思った方がいいですね。フランスでのビザの更新をしたいと考えている方は、多分すごい焦ると思うんですけど、ちょっと学生の方はまたパターンちょっと違ってくるというか、結構早いっていう印象が私の中にはあるんですけど、学生じゃなくて就労ビザとか、他のタイプのビザっていうのは結構そういう結構待たされるっていうのがケースとしては多い印象なので、あまりもし万が一期限が切れてもというか、期限の後の予約、県庁の予約になってしまったとしても、それはもうそういったもんなんだと思って受け止めて、悠長にその予約の日まで待つしかないと思います。はい、なのでね、こんな感じで無事ちょっとやっとレセピセをもらえて、心底を心の底からね、今ほっと一息ついているんですけれど、パリのビザ更新って多分誰もがすごくストレスを感じることで、でしかも一通りじゃなくて、本当人それぞれどういう何のビザを取るか、によっても方法がもう千通りも百通りも千通りもあるという感じなので、皆さんも何かね、私自身も本当インターネットの情報を確認したり、頑張って自分で探して、自分でどの書類を集めて持っていけばいいのかみたいなのをすごい確認しながら頑張ってやってるので、もし何か知っている方がいたら教えていただきたいし、これからもしフランスに来て就労ビザを取得したいと思っている方がいるのであれば、こちらの動画を参考にしていただければ幸いです。だってさ、一人でさ、外国来てさ、外国でさ、そんなね、すごい、ただでさえさ、私なんて自己肯定感低いのにさ、外国に来てさ、不法滞在者みたいになったらどうしようみたいなさ、感じになっちゃうわけじゃないですか、自分としても。なので、すごい辛労が、私の場合それがすごいので、もうフランスだから、こんな焦っても仕方ないっていうのはわかるんですけど、それでもやっぱり期限が切れるとか、いつになったら私、予約の日付がまた伸びたとかさ、結局また書類足りなかったみたいなことが繰り返し起きたりすると、本当にもう、私はこの国から全く歓迎されてないじゃんっていう風な気持ちになるので、本当あんまりそういう経験は絶対しない方が精神衛生上いいなと思っているので、そういうね、経験をしなくてもいいところに住居を構えるのがいいのではないかなと思います。あとややこしくないビザを申請するのがベストなのではないかなと思っています。はい、ということでね、もし何かご質問等あればぜひコメント欄に残していってくれると嬉しいです。はい、で他にこういった話を聞きたいとか、こんなことを知りたいということがあれば、ぜひそれもコメントに残していってくれると嬉しいです。
ではではまた次回のビデオでお会いしましょう。チャンネル登録忘れずに、高評価ボタンも忘れずによろしくお願いします。ではではまたね。ビジュー。